to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. はい、おはようございます。今日は、12月の20日、クリスマス直前、池原極寒最終ウルトラ最終テストですね。でバルバドスもほぼ 100% OK なんですが、細部を煮詰めてもう一度、最後の実況テストということで、池原に浮いてますけど、まあこれで魚が出たら恐ろしいパワーやと思いますわ。すごい寒い寒い寒い。このリップ、ちびそう。今のコンめっちゃ出そう。こういうとこやね、そのジャイアントベイトとか通すそのに、こういう例えばやけど、こう何もないとこをこう通しとって、でここで上通ったら下から見てるバスを見失って、また出てきて、また見失って、また出てきてみたいな、もうこういうのとものすごいバス反応するでかいの。それをリップがついてることによって、その中途半端やとはいえレンジ下げたところで再現できるのがバラバトス、またすごいと思う。おもろいおもろい、こういうのおもろい。もう深くなってるとこから引いてきて、あーあっこ浅くなってるなっていうところでリトリブスピードをちょっとスローダウンしたら、浮きながらこう近寄ってくるみたいな。で浅瀬をこう今度また潜っていくみたいな。実際の魚ってさ、まあ普通に考えたら分かるけど、まあクランクベイトだったらクランクベイトみたいに、ほんならゴリゴリゴリンって岩に当たっていくっていうかって、普通はまたまにそういうことするやつ、ほんでゴリゴリゴリンってこう体こすりつけるような、でそういうのじゃなくて普通に障害物は回避していくようだから、まあそれなりにスピードもそのスピードで生きようんねんけど、なかなかルアーで今度はそれをするかできるかっていったらなかなか難しいけど、だからこう浅くなってまた深くなってって、こうショアラインでもいろいろ岩が出てたりする変化があるから、それに沿いながらこうやっていけるっていうのも、そのバルバトスのもうなんていうの、ジャイアントベイトでなかなかそういうのってやりにくいかもわからへん。これはやってて楽しい。バルバドス 120% の、完成具合で、最終的にね、まあ、あのバルバドスの、説明させてもらいますと、まあ、ウェイトが 165g 前後で、リップの前についてるこのアイ、ね、ラインアイが、一応これ、あれですけど4ケツになってます。4つ穴があります。それから、差し込みの可変リップ、いろんなリップがねここに装着できるというような形で、まず一番最初ね、出してる、リップが、このショートレンジのスピードランナータイプ
こいつをつけてます。で、テールが、ダブルジョイントでテールが、こうワーム素材といいますかね、柔らかいものです。まあ独特といったら何なんですけど、このジャイアントベイトで、水面直下ではなくてね、1メーターぐらいから1メーター50ぐらいのレンジを早巻きできるように設定したこのリップで、このリップがねものすごくこういう、短いね、もうほんまちょんとしたリップなんですけど、このちょんとしたリップがね障害物をものすごく回避します。今日も一日池原でショアラインずっと引いてますけど、スタックしたんがね確か1回か2回だけで、その他全部、ユアであろうがスタンプであろうが、レイダウンであろうがティンバーであろうが、かわしてくれてます。でさっきから何回も言ってるんですけど、実際こうユアがベコベコベコってこう出たり入ったりしてるところをね、その上をガリガリって通ったかなと思ったら、また岩のないとこパッと姿現して、また姿消して現れて、そういう風なデカバスにはねものすごいこう効く、そのアピールできる通し方ができるんですよね。でまた岩場に対してコンタクトした時にもこうクランクベイトのようにバンと平打ちしてくれて、この辺のね今までにないジャイアントベイトのそのグリングリン来れる、デカバスにアピールできる持ち力っていうのはものすごい絶大、このリップのおかげでね。でまあ今後、このリップも、あと2種類3種類ぐらいのね、ことを考えてるんで、どん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 みんな持ってくれたユーザーには、楽しみが増えるように、できたらいいかなと思ってます。